れは僕が大学時代にサークルに入ってたんですけど、その打ち上げで飲み会をしたんですけど、その時にビデオ回してて、一緒にいた伊佐山ってやつが急に自殺しちゃって、このビデオを持ってるとなんかみんなで話し合ってやばいんじゃないかって思って、で投稿したんです。伊佐山この髪がいけるかな。まあね、伊佐山そうじゃないとね。俺伊佐山はもうずっとそれだもんね。もうずっとこの髪は090 何？赤外線いける？赤外線とかない、ない、ない、ない。どこ？どこ？お前らやんやんや言うからだよ本当に。これでけえよ、本当に。もう超邪魔だよ。こっちがリラ、リラ。綺麗じゃん。綺麗だ。ちょっと見た。綺麗じゃん。様子が違えんだ。何？え？もうかけてこれ。一人？あれ一人？一人。誰かと喋ってない？一人で。もうでけえ。一人ってことはまたあれいたら絶対綺麗じゃん。綺麗。その女の人はなんか居酒屋にいた時に映してたんですよ。なんか最初にその友達とかと話してた時に、あのちょっと変な人がいるなっていうのを、一人で結構ブツブツ喋ってたりしてたから。全然知らない人？あ、全然知らないですね。全く知らない人でした。心当たりがない？もう全然ないっす。リーダー、西川さん、えっと、じゃあ各自解散で一応未来、あ、じゃあ、カリスターじゃあ またお前らと言ってんのか。寒いもん。アラインチ行こう。うちかよ、もういいよ。やばいやばいかじゃん、そんなで。飲み会が終わって、まあ、各自一応もう解散みたいな感じで友達の家に行って飲み直そうってことになって駅の方に向かって、その時ビデオ回してて、そしたらあの映っちゃって。もういいよ、マージャン中前。ちょっと撮ってよ、ちょっと寄ってみ、かわいい。カメラで寄られちゃいけん。じゃあ寄っちゃって。いいじゃん、綺麗なんじゃん。まだ手振ってんだから相当呼んでるよ。でもちょっと足おかしいよ。おっ、やばい、やばい。おい、大丈夫か、お前。大丈夫か。その時は全然知り合いじゃないから、偶然なんか手振ってたのかなって、他の人に手振ってたのかなって思ったんですけど、あれは確実に俺らの方に振ってたんじゃないかなって。知らねえじゃん。
おい、大丈夫かお前。おい、大丈夫かお前。